バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイもあっという間に過ぎちゃうと思いますのでね、最後までイチャイチャしてお付き合いください。よろしくお願いいたします。今日はですね、早速先週の思い出に浸りながら、と言いますのも先週生配信ライブを初めてチケット制で行いました。鹿児島県にあります KKB 鹿児島放送さんのねテレビ局から配信ライブを続けてもう1年経つんですけれども、節目としましてね、もう10回目の放送だったので生配信ライブをチケット制で行いました。チケット制で行うということはですね、私のことを本当に応援してくださる方々がね楽しみに見てくださるということで、もうね嬉しい限りなんですよ。なのでね、私はどうやったら日頃の感謝を伝えられるかなと思って、ちょっといろいろね試行錯誤しながらお届けしたんですけれども、結果アーカイブ放送はね2回しか見ることができなくて、まあ、同じものが3回放送されたんですよ。先週の金曜日と土曜日と日曜日にね。そしたらね、何人もの方がね3日間ともね見てくださったり、2日見たよとかね、もう1回じゃ足りなかったからっていう感じでね、もう嬉しかった、ありがとうございます。ぜひですね定期的にチケット制の配信も行っていきますが、何よりも来月は生配信ライブ無料になっておりますので、ぜひ沖縄からも見ていただけます。ようこのオフィシャル YouTube からも今度は見ていただけますのでね、チェックしてくださいね。ようこのオフィシャル YouTube は YOKO ようこ鹿児島、もしくは YOKO ようこ japan.com のホームページからもねチェックいただけますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。先週もありがとうという気持ちを込めてラブレターズお聞きください。幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続いてく明日「
先週行いました生配信ライブの思い出ね、ちょっと浸りたいなと思います。先週はですね、リクエストコーナーも設けまして、と言いますかセットリスト自体が全部リクエスト曲だったんですよ。なのでね、いつもだったら歌うような曲を逆に歌ってない、そういうライブでございました。コアなね、陽子の曲でもこの曲いつも歌ってないから歌ってよみたいなさ、あ、それ来たみたいなね、曲とかあったりね。そうなのでね、今のラブレターズは私が皆さんに一番最後にお届けした私からの、あの気持ちの曲だったんですけれども、リクエストはね入ってなかったんですよね。結構ね、皆さんカバー曲とかも陽子が歌ったバージョン好きなので歌ってくださいとかね、あ、嬉しいなと思って歌わせていただきました。皆さんね、ずっと陽子のこと考えてくださって、一緒に音時間過ごしてくださり本当にありがとうございました。次回は来月なんですけれども、次のそのチケット制の配信ライブの時もよろしくお願いいたします。では久々に行きましょう。このコーナー、ハッピーモノ、ハッピーモノの時間がやってまいりました。私めちゃくちゃハッピーにしてくれるものに出会いまして、ぜひぜひ皆さんにご紹介したいんです。それはクックマンのオーバーオールでございます。オーバーオールってさ、あのストーンってしてさ、こう肩に紐がついてさ、ズボンのやつで、わかりますよね。最近はおしゃれなやつはサロペットとか言いますけれども、もちろんサロペットも持っているんですけれどもね、今回は手に入れたのはオーバーオールです。男女兼用の形なんですけれども、とってもね女性らしい形にしてくれるんですよ。オーバーオールを着ているのにフォルムがね、まあ、綺麗なんですね。でね、あの揚げパンしてもちょっと下げてもどっちでも大丈夫みたいなね、揚げパンって使うのかな、結構上目に着たり下目に着たりしてもどっちでもね似合うんですよ。女の子を女の子にしてくれるし、男性だったら男らしくしてくれるし、もうとにかくね優秀なクックマンのオーバーオールなんですけれども、クックマンっていうのは英語でね COOKMAN で検索してください。もうね、ショートパンツも、そしてあの普通のパンツもで、 T シャツとかもめっちゃ可愛いし、もともとクックマンの存在は知っていましたし、同じ音楽仲間のねアップルジャムさんとかは衣装に取り入れていましたし、そしてコーラスでお世話になっているゆこさんはねいつも来ていらっしゃいました。だからあの音楽仲間がねいっぱいこうクックマン愛用してるから、あ、可愛いなと思ってたんですけれども、オーバーオールを見たことがなかったのね。で見かけて、あ、これは絶対可愛いと思って、もうねとにかく翻弄されておりますが、ただねこの時期になって着ることができているんですけれどもね、まあ、自分の気持ち的にね。そしたらさ、うちの母も娘も可愛いって言ってくれて、で母は真っ黒で娘は黒デニムのオーバーオールを購入しました。で私は牛さん柄のねショートパンツがあるんですよ。もう夏にもってこいじゃんと思って、もう牛さんのねショートパンツも今ゲットして届くのを待っているところなんですけれども、ぜひ皆さんも COOKMAN クックマン、まあカタカナでクックマンでもねすぐ出てきますので、ぜひぜひチェックされてみてください。あのね男女兼用なので、男性のもうごっつい方とかも全然余裕で着れるし、女性の細い方もちょっとねあのオーバーサイズでね楽しく着ていただけます。体型カバーにもね役立つ、優秀って言いますけれども、ほんとねすごいよ。 LA 発信みたいなので、いろんなモデルさんがね、男性も女性もっていう意味、いろんなモデルさんっていうのはね、とにかくねもう面白いの、本当にねハッピーものでございます。ぜひ皆さん一緒にお揃い行きましょう。よろしくお願いします。以上、今回のハッピーものはクックマンのオーバーオールでございました。最近お揃いお揃いでね、大事な人たちと、そして家族とねお揃いばっかり来ている陽子でございますが、なんかね歌う時にもね一緒に歌いたいし、同じ気持ちでなんか過ごしていきたいし、この服着て出かけたりとかさ、今こう簡単にねいろんなところに行けないし、いろんな人と会えないけど、お揃いを着てるだけで心がつながるというかね、まあ私の中のね儀式になっております。最近のお揃いブームね、陽子と一緒にお揃い着ましょうってさっきも言いましたけど、そういうの楽しいじゃん。
家族ってさ、色違いの T シャツ着ても楽しいじゃん。音楽仲間とさ、同じなんかペアルックを離れた場所で着て、よし頑張ろうよみたいなのも素敵じゃん。うん、だからね、私はどんどんそういう仲間も募集しておりますが、次の曲ダイアリーも一緒に歌えるところがあるんです。ダン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 っていうね曲、この曲ミュージックビデオではアップしてないので、今夜は一曲お聴きいただきたいと思います。ぜひ中間のラン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 をね、一緒に歌いましょう。では皆さんと一緒にダイアリー。悲しくなる訳なんて一つもないのに、心細い魔法のような時間は過ぎて振り返り、考えるほど仕立ての靴で追いかけてたの、眩い光る未来の姿を焦った写真の少女はこっちを向いて笑った。ページめくる指が震え、涙がこぼれる。愛しい過ごした時間を全部伝えたい。だから今日は最初から最後までずっと一緒にいて、置き去りになってた心を拾って、私の元に届けてくれたの、優しい声がしたね。手をつないで白いページに続いてくよ、これからの出来事、愛しい柔らかい時間と
緒に歌ってくれてありがとう。皆さんにさ、こうラジオ越しに相談と言いますか、どんな感じなのかなっていうさ気持ちをこう聞いてもいいかな。もしよかったら来週用にね、こうメッセージのところにさ皆さんの意見をね書いてくださると嬉しいんですけれども、私さ、いろんなアーティストさんがさ最近さ、まあ大きいホールコンサートやドームコンサートっていうのかな、アリーナコンサートかとかもだし、あのライブハウスや飲食店でのライブとかもですしね、もういろんな形でなさってるなって思うんですけれども、よくもねまた定期的にしていきたいなと思って、投げ銭ライブっていう形でさ、気軽に皆さんがお越しいただける形で、ちゃんとソーシャルディスタンスが取れる場所でね行えたらなって思ってるんですけれども、皆さんはさ、よくのライブ来たいですか？もう言葉を選ばないで言うとそういうことなんですよ。配信ライブだとさ、お家で気軽に見れるでしょ。だけどさ、今足を運んでのライブってやっぱり気になるでしょう。だけど中にはね、生のライブに行きたいんだっていう方もいらっしゃるわけよ。だからさ、皆さんワクチンの接種も始まって、コロナのことをすごく考えていらっしゃる時間も多いと思うんだけど、皆さん、横のライブ生で聞きたいですか？もうね、横は息がさこう伝わる、まあ、目と目でさつながれる音時間、そういう空間も大事だなと思ってて、まあ、定期的にこれからも発信していきます、案内していきますんでね、ぜひ皆さんが、あ、今陽子に、生の陽子に会いたいなって、今のタイミングなら大丈夫だなっていう時は、気軽にね、マスクとか手の消毒とか検温とかね、もちろん皆さんにお手間を取らせてしまいますけれども、それでもね、陽子の生の歌は聞きたいなっていう場合はね、私も万全の対策しますんで、ぜひ遊びに来ていただきたい。そして何よりもね、皆さんがコロナの影響や、そしてもちろんインフルエンザとかいろんなさこう流行る病気ってあるんですけれども、皆さんが心よくねいらしていただける日をね、ちょっと心待ちにして、私も極力やりたい放題はしないようにしようかななんて思ってますけれどもね、ぜひ皆さんメッセージの中にさ、私はこういう思いだよっていう風にね、まあなおかつ陽子も何もできないのでね、ぜひ私を慰めるというか励ましてやってください。もうね、大概皆さんとね一緒に過ごしたいっていう気持ちもあるし、こういう風に活動したいなっていう思いもあるけど、私は私でね自粛している面も多いので、まあ、ある意味我慢してるといえば、まあ、我慢なんですけれども、でも一番大事なのは皆さんと健康にね会うっていうこと、生きて会うっていうことですから、来年以降は爆発させれるんじゃないかなと私はちょっと思って、じゃあ今年は何ができるかなって今いろいろ考えてるので、そういうところもアドバイスいただけると嬉しいです。応援していただく皆さんだからこそのねアドバイスもだし、アイデアがあるんじゃないかなと思って、ぜひ来週用にメッセージお待ちしてます。では皆さんのことが大好きすぎる陽子は、今夜は甘いラブソングをお届けしたいと思います。お聴きください、スイーティー。愛してる、ずっとずっと I will love you forever ever。 こんなに愛せるって知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しい「あなたのリズムに負けそうで」「何もいらないからね」
を守り続けよう。愛してる、ずっとずっとあなたに愛されて強くなるこの世界ごと守れちゃうくらいに愛してる。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てによろしくお願いします。最近我が家は美味しい食パンを買うことにハマっております。と言いますか、実家の母がね、このパン美味しいよって買ってきてくれたことがきっかけで、ふわふわしたあのパンでね、今ハレパンっていうのがね、鹿児島で新しく発売されてます。お世話になってるね、グッドフェローズダイニングさんのパンなんですけど、またこれが美味しかったのよ。ぜひ皆さんハレパンゲットしてください。よくはね、結構お家で食パンを焼いたりとか、あ、食パンっていうかね、あのふわふわパン、ちぎりパンとかをね焼いたりするのが好きで、あんまりパンは買わなかったんだけれども、お家でパンは作る方だったんですけれども、このハレパンはね、もうめっちゃ美味しい。鹿児島中央駅の周辺とか川鍋とかね、まあ鹿児島でしかゲットできないんですけれどもね、きっとね、もっともっと人気になったらね、沖縄でもゲットしていただけるかもしれないので、その時は皆さんお楽しみにされてください。ぜひね、ヨーコの SNS にもね、これからこのハレパンもですけど、いろんな美味しい鹿児島の食べ物とか、鹿児島の人柄あってのもう素敵な自然をね使ったアクティブな場所とかね、いろんなことをお伝えしたいと思いますので、ぜひぜひヨーコの SNS フォローしてください。お願いします。インスタはヨーコ鹿児島で出てきますし、とにかくね、 YOKO ヨーコ JAPAN.com のホームページを見ていただきますと全部フォローしていただきますので、そちらチェックしてください。お願いいたします。梅雨の時期だからこそ、皆さんにね、なんかこうふさわしいラブソングとかが降りてきたらいいですね。雨なんて嫌だなとかじゃなくて、あの頃思い出してとか、あ、雨の時にはこれを聞くと元気が出るなとかさ、それがヨーコの曲だったらなおさら嬉しいけど、とにかく皆さんがもっともっとハッピーでありますようにというふうに私は祈ってます。この1週間もめちゃくちゃハッピーでありますように、約束ですよ。それでは皆さん一緒にバイバイハッピー。